素晴らしいピッチング今夜の則本でした。では今日のゲームハイライトで振り返っていきます。前のゲームで7試合連続の2桁奪三振、プロ野球新記録を達成しました則本、今夜は8試合連続をかけてのマウンド。立ち上がりです。先頭バッターの桑原をファーストゴロ、2番の梶谷から今日最初の三振を取ります。この後ロペスも打ち取って立ち上がり三者凡退、球数10球で終えた則本です。その裏です。イーグルス先頭バッターの茂木、これ初球でした。ストレートを捉えた打球は右中間スタンドへ。茂木の初球先頭打者ホームラン、イーグルスが1点を先制します。3回の則本のピッチングをご覧いただいています。桑原、梶谷と連続三振、4つ目の三振を取りました。そして3回の裏、昨日に続いて今日もベゲーロが打ちました。ベゲーロの今シーズン第14号のソロホームラン、1点を追加します。2対0。則本4回です。この回はロペス三振5つ目、この後筒香にヒットを許しますけれども、宮崎から6つ目、小柱から7つ目、この回はアウト全て三振で取った則本です。その裏です。ワンアウトランナー三塁で藤田、この当たりが前進守備、ファーストのロペスの頭上を越えていきます。藤田のタイムリー3対0。そしてトップに帰って茂木、今日2本目のホームランはツーランホームランになりました。このホームランで5対0、リードを広げますイーグルスです。5回です。この回倉本から三振を取って今日8つ目の三振、ゲームの中盤則本の三振の数が増えていきました。5回の裏イーグルス島内にタイムリーが出ました。これで7対0とすると、今日もスタメンの聖澤、この当たりが伸びていきました。聖澤のタイムリーツーベース、追加点を挙げます。6回です。ツーアウトランナー2塁で筒香、今日3本目のヒットがタイムリーになりました。ベイスターズこれで1点を返します。8対1。8回です。則本終盤に入ってきて、この回ワンアウトランナーなしから梶谷に一発を浴びます。これでベイスターズが1点を返して8対2。そしてランナーをセカンドに置いて筒香を迎えたところ、ここまで三振が9つ、今日10個目の三振は筒香から取りました。これで今夜も2桁奪三振、これで自身の持つプロ野球記録を更新、8試合連続の2桁奪三振則本です。その則本9回もマウンドに上がりました。小柱から今日11個目、この後2アウトになって最後のバッター佐野を迎えて、佐野からも三振を取りました。今日は12度の三振を取った則本、8試合連続の2桁奪三振、そして8勝目をマーク。今夜は完投でチームの連敗をストップした則本です。この番組はこの後21時10分までお送りしてまいります。ではゲーム後の梨田監督のインタビューです。